はい、どうもレイです。今回ですね、こちらの新楽坂部の3つの魔法を最大レベルまで上げてみたという動画を撮っていこうと思います。アドラバーストかっこ神羅と悪魔の型とケリマンキック、まあ、こちらの方をねプラス40まで強化していこうかなと思います。まあ、それで、まあこれ装備なし、魔法装備なしでのソステータスと、魔法をつけた状態のステータスの方を、見ていこうかなと思います。まあどうなんですかね、 HP がまあ3万ぐらいで、攻撃力が3万とかかな、で防御力が1万5000、素早さが400ぐらいになりそうな気がするんですけど、まあとりあえず、強化していこうかなと思います。はい、ということで、魔法の方、すべて最大まで強化してきました。でとりあえずね、魔法一つもなしで、ステータスの方が HP15000、 攻撃力が1600、防御力が5900で、素早さが164という感じになっております。まあそうですね、まあソステータスの時点で結構、強いのではないかなと思います。でまあ一応このソステータスなんですけど、親密度はマックスにしております。まあ親密度で HP1200、 攻撃力が1000、防御力が550、素早さが13上がっております。とりあえず魔法の方をつけていこうかなと思います。 HP が2万、攻撃力が26699、防御力が9562、素早さが363というところですね。まあそうですね、素早さは、そこそこ高いのではないかなと思いますね。で、まあ攻撃力の方も26000超えてますし、まあ HP も2万ですね。まあ耐久力はちょっと低いんですけど、まあ攻撃力と素早さは高めというキャラになっておりますね。で一応ラクリマの方も、つけていきますね。はい、ということで、ラクリマの方もつけたのですが、まあ、HP が32000、攻撃力が29000、防御力が11500、素早さが394という感じで、まあ素早さもね約400までラクリマつければ上がりますし、攻撃力も3万近く、あるということで結構な火力は出そうですね。であとはあれですね、セカンドオリジンとかを解放しますと、まあ攻撃力も結構上がるんじゃないですかね。3万は絶対超えますね。で素早さの方も400ちょいぐらいまで上がりますね。まあ、ということで結構な、ね、あれは出そうですね。火力とかは出そうですね。でラクリマつけることで HP とか、まあ防御力の方も高いので、うん、耐久の方も心配いらないかなと思いますね。あのリーダースキルもね、非属性の攻撃力 50% アップと素早さが 25% アップしますので、まあまあまあそこら辺もリーダーとしてもなかなか使える方なのではないかなと思います。まあこれを機に、まだコラボイベントの方はやっておりますので、まあ神羅草壁欲しい方はぜひ、狙ってみてください。まあ一応ね、あのこの状態使ってみた感想なんですけど、順番としてはね、自分の順番としては、アドラバーストを使い、永続アップしますので先に、アドラバーストを使います。でその後にケリマンキックですね。ケリマンキックを使います。まあ、これ CT 一旦っていうところで早めに使っといた方がどんどん使えるっていうのもあります。で最後に悪魔の型を使います。でまあ相手のデバフなど下げつつ、味方のバフもかけると。でその後に、ケリマンキックがまた一旦で回復しますので、これでもう一回使うことができますね。でそのまままたアドラバーストも使えますので、このルーティンで使うのが一番効率よく、攻撃できるので、まあその使い方をぜひ試してみてください。まあということでそんな感じですね、神羅草壁は。でまたこれそうですね、とつらせて
ちょっと強化して、また動画にしたいなとは思っておりますので、ぜひそちらの方も、確認してみてください。まあ参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。